すごいな。見てくださいこの景色。おはようございます、やすさんです。今日が鹿児島旅行2日目の朝になります。現在ですね、私は鹿児島県最南端の佐田岬の近くに今いてます。ちょっとね、朝のね雰囲気をね見に行こうと思いまして、今来させていただきました。ちょっとね展望台の方にね行ってみたいと思います。そうか、このトンネルを取り抜けていくみたいですね。雄大な桜島が前にあります。すごい。結構圧巻やね。今回のお昼ご飯はですね、こちらです。美味しそうなメニューがねたくさんありますね。いただきます。こちらがカンパチの漬け丼、めちゃくちゃ美味しそうやね。こちらお刺身定食、カンパチとこれアラやね。めちゃめちゃ美味しそうやね。最高。美味しいですか？ね、醤油も甘い。結構いける。醤油は違う。違うね。ではいただきます。さあ、カンパチ。プリプリのパン、プリプリのカンパチ。うん、美味しい。これこれやな、これ。美味しいね。これはあれか。あら、美味しそう。で、これはうますぎる。やばい。めちゃめちゃ美味しいね。このな、目玉の周りがコラーゲンいっぱいで、うん、そうやな、美味しいねんな。うん、トロトロ。うん、美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。いや、ほんと最高のカンパチでした。見てください、すべて完食。さあ、やってまいりました。続いての目的地、鹿屋航空基地です。こちらでね、飛行機のね、その見学をねしてまいりたいと思います。
まあ、たーちゃん飛行機大好きなんでね、もうテンション上がりまくっておりますね。うん、え、900何人ですか？908名。はあ、い。はあ。そうなんですね。へえ。そうだよな。ここは特攻の基地だったんだ。空襲を受けた後ですね。なるほど。正面に見るのは空母わかりです。あ、全長260幅が50メートル。すごいね。3度の回収しても最終空域はこういう形になって、ああの甲板船になって、この飛行機は約90機すごいな。ミートウェイで沈んだやつですね。かっこいいね。特攻隊員だった。あ、そうなんですね。はい、3度出撃をされてるんですけど、ちょっとエンジントラブルなんです。ちょっと命がちょっと持ちこたえたんですけど、その方と戦の離宮から外れて15代目の宣言士さんという、はい、この方が予備学で同期だったという写真。あ、これですね。はあ、すごいな、貴重やな。へー、今いるところはこの辺、はい、基地なんですね。はい、で、見どころの予算はこの辺りの串が海軍の基地ってことですよ。あ、はいはいはい。これも今現在カメラですよ。ああ、こちらで出撃して亡くなった方が900人。あ、こちらで亡くなった方が353人。あ、で、海軍全体で2560人、キャラも相当の半分以上、ね、半分。なるほど。へー、すごいね。こっち向いて。はい、チーズ。あ、ほんまや、同化してて分からへんな、色が。やったー。鹿屋航空基地後にしまして、すぐ近くにあります、こちら神徳稲荷神社に来させていただきました。こちらもですね、インスタ映えするスポットということで有名らしいですね。じゃあ今からね、行ってみましょう。なんか神秘的な感じやね。普段経験することがないからね。パワースポット感満載やね、ここね。なんでこんなおしゃれな神社なんやろ。やたらおしゃれじゃない、なんか。さあ、ここはね、絵馬をね書くんやね。書くん、ああ、願い事とかね。どうやってこと、どうやって書くん。書いてるやん、ほら、みんな見てみ、読んでみ。どっか行ってるやん。あ、ほんとやね。みんな、得意だ。ああ、なるほどな。なるほど。願いを書いた人が、うん、僕がやる、教えて。あ、これたあかんか。はい、で次に持ち上げます。違う、あ、違うわ。手を当てて祈りましょ う。はい、祈りました。祈ったら持ち上げます。さあ、これは軽かったら叶う。思いは努力が必要です。はい、願い、一礼して退出。はい、 OK。 来ました、こちら上川ビーチ、影絵の祭典ということで、こうやってね、ところどころにね、こういうモニュメントがね、設置されておりまして、日が当ててたら影になって面白いことになるのかな。ただ今日はね、ちょっと天気がね、いや
よろしくないので、ちょっと影にはならないですけど。なんだろうこれ。え、これマイケル？あ、これ何だっけこれ。これマイケル。それマイケルの何のポーズやったっけそれ。あ、あれか、何だっけ。タイトル忘れた。これサザエさんの最後のね。サザエさん、サザエさん、サザエさんは愉快だな。チャンチャラチャラチャチャラチャラチャン、ボンやろ。最初はですね、こちらのね、この山あるでしょ。これをね、桜島やと勘違いしてまして、でも全然方角ちゃうもんね。あれなんとか富士といってね、まあ、有名な山だそうです。で桜島があっち。お、どこでもドアやん。これあれやね、ウッパービーチにあったやつに似てんね、やっぱり、うん、すごいすごい。これが、あ、春やろ、早い傘。なるほど。はい、チーズ。オッケー、いいね。こちらオーケストラやね。こういう風にね見えるそうでございます。観光スポット多いね、なんかいいじゃないですか。うん、湯がある。ん、うん、公園にもなってんな。桜島を望みながら